はい、こんにちは、かけまるです。レヴォーグ D 型試乗してきてくださいっていう声が多かったので、今日は大阪スバル西店さんの方に無理を言って、試乗車をお借りしてきました。レヴォーグ D 型 STI スポーツです。エンジンは、FA20 型水平対向ターボエンジン直噴ですね。馬力は確か300馬力で WRX-F4 と同じです。で、ヘッドライトの方が、あれですよね、確か動くやつですよね。D 型 WRX と同じ動くヘッドライトのはずです。で、フォグがついてて、LED アクセサリーライナーランプはなくて、で、安全パッケージでしたっけがついているタイプです。タイヤの方は 7G やったかな、忘れたんですけれども、タイヤの種類はスポーツマックス、同じ WRX と同じやつですね。ダンロップさんのスポーツマックスで、ブレーキは フローティングです。フロントリアともフローティングですね。かっちょいいですね、ほんまにたまらないです。今日はこのレヴォーグ STI スポーツをですね、ちょっと30分ほどお借りできたので、一般道をまず、走ってみて、あとは高速道路ちょっと試してみようと思います。インテリアの方はカメラですね、中に仕掛けてますので、そちらの方でご覧いただけるかと思います。じゃあちょっとレヴォーグのですね、いいところ、余すところなくお伝えしたいと思います。まずお借りしたレヴォーグ D 型 STI スポーツなんですけれども、2リッターターボですよね。300馬力 FA20 型エンジン、アイサイト付きです。まず、そうですね、走り出しの方はもう、まあ、なんちゅうても直噴2リッターなので、申し分ないぐらいの出足ですよね。で、ビルシュタインのダンプマジック2、入っていると思うんですが、乗り心地は最高です。で、後でちょっとダンプマジック2がどんなものなのか、阪神高速湾岸線に入ってちょっと試してみようと思います。加速も申し分ないですね。電動ですよね。で、電動式パワーステアリングですので、ですが、まあ、特に違和感はない感じですね。
時 CVT 特有のそのうーっていうところはちょっとあれですけど、マニュアルモードにしたら多分いい感じにはなると思います。全てにおいてしなやかというか、なんやろ、パワフルというか、なんか WRX の楽にしたような感じ、1560キロっていうその重たさっていうのも感じさせないので、かなりいい感じですよね。一瞬こうちょっと左右に切るとロール感はあるんですけれども、コーナーに入るとやっぱバシッとこう踏ん張ってくれる足なんですけれども、すごいすごいこうロールがある感じはするんですけど、こうコーナーでこねても車がブーって止まるみたいな感じでいいですね。すごくやっぱり乗り心地もいいし最高じゃないんですか。そのほんで WRX と違ってあの異音が少ないですよね。パキパキとかベキベキとかザザザザザとかいう異音が、10分の1以上少ない感じがします。ちょっとここで外観、さっきオープニングの外観撮りたいのでちょっと止まりますね。すいません。オープニングの方も撮影できましたので、ちょっと、これから天保山の方に向かいまして、で湾岸から阪神高速乗ってで一周して帰ってくるっていう感じになります。なんで光ってたの？よくわからない。有効期限さあ、レヴォーグの続きなんですけれども、パワフルで乗り心地が良くて、コーナーではしっかり踏ん張ってくれて、加速も申し分ないっていう感じで、で静粛性が高くって見た目がかっこいい、この辺の乗り心地なんかほんまもうこうWRX だったらこんなんなんですよ。もうなんか全然もうむっちゃ乗り心地がいいというか、そのストレスを感じないですよね、このデコボコ道を走ってても。すごい段差があるんですけど全然ストレス感じないですすごいいいですね。マルチファンクション、ブースト系が出てこない。
もうちょっとで、天保山の高速乗り口なんですけれども、ちょっとマニュアルモードになりました。マニュアルモードいいですね。シフトダウンの時しっかりエンジンブレーキ効いてくれるっていう感じで、ヒール&トゥーやってるみたいな感じのシフトダウンもできちゃったりします。あ、信号アイストですね。びっくりした。アイドリングストップがついてますね。びっくりしました。加速の方はそうですね、4000回転まで上がるまでちょっともたつきはあるんですけれども、全然その4000回転からのこうトルク感はすごいいいです。信号見てなかったです。ブレーキもよく効きますね。いい感じです。さあ、もうちょっとしたら天保山、阪神高速湾岸線乗り口なんですけれども、つけてるカメラキコキコキコ言わないですね。 WRX やったらキコ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 ばっかり言ってるんですけど、さあ加速精度をちょっと試してみますね。まずちょっと回り込むカーブ、あー、むっちゃこう踏ん張り感が全然ちゃいますよね。じゃあ80ぐらいまで、まだ上がる。ここから加速車線ですよね。シュワッチ、もうあっという間に80超える。いい感じですね。いい感じです。
にこう反応してくれるっていう感じで、かなりいい感じですよね。それからあの合流の時思ったんですけれども、やっぱり加速すごいですね。湾岸線の流れに沿って合うように、あの踏むとすぐ速度出てくれます。この1560か70キロぐらいあるんですけど、ずっしり感はないんですけど、こう軽い車のそのピョコンピョコンっていう感じは全然なくて、ずっしりとした感じで、すごい安定していて乗りやすいです。すごくこれあれですよね、アイサイトで自動で追随してくれるんですよね、オートクルーズ。やり方ちょっと分かんないんですけど、今のところもうちょっと速度出したかったんですけれど、かかり物なのでダメですね。乗り心地最高じゃないですか。すごい。これがあのビルシュタインの GTS やったらちょっと突き上げあるかもわかんないですけども、ダンプマジック2もそんな突き上げ感全くなくて、バシッと止まってくれて、粘ってくれて、でコーナーがノーズがコーナーで、まあ、うちうち向いてくれるいう感じで、すごくいいです。あっつじゃあちょっと環状線回ってみます。介入が入ったぞ。今なんか介入入りましたわ。賢いアイサイト。車線逸脱機能。ちょっとだけ。ちょっとだけ。お、賢い。うわあ、賢い。勝手にハンドル戻しよるんですよ。もう一回ちょっと。賢い。うわ、賢い、この子。この先、右手にも合流車両に注意。これは安全や。ほらほらほら。今ね、ハンドルこっちへ戻していくっていう感じで。賢いわ、この子。してたら、あの介入は入んないんですけど、あのウインカー出してへかったら介入してきよるんですよ。ほらほらほら、おー、賢い賢い。めっちゃ賢い。あー、これは運転免許取り立ての方にも乗ってもらいたいですね。これすごい安全やわ。ほらほらほら、賢い、めっちゃ賢い。変更できへんみたいな、ちょっと不便さはあるのかわからないんですけど、基本的に車線動くときはそのウィンカー出すので、その辺は心配ないんじゃないですかね。あと自動ブレーキですよね。それはちょっと試せないです、怖すぎて。で外周回りましょうか。この先コンテンツ合流します。時間的に怒られるかな。いきなり外周行きます。
だけどほんま初心者の人からちょっと運転こうプロフェッショナルの人にもちょっと乗ってもらいたいなっていう車ですね。すごく安定していて静かで、イオンも少なくて、むちゃくちゃ乗りやすいです。こっ直進安定性がすごいですもんね。では聞いてたんですけど、その気持ち悪いっていうことは聞いてたんです。僕的には全然気持ち悪いこともなんともないですね。スバルさんに返しに行かんとダメなんで、もうこのまま帰っちゃいます。あー楽しかった。まあほんまちょびっとだけ乗させてもらって気がついた点なんですけれども、100キロ未満ぐらいやったらだいたいどんなカーブでも、そうですね、この足で十分なんですけれども、ちょびっとだけやっぱりこうリアが長いので、まあ事故じゃないですね、リアが長いのでちょっとリアが置いてかれる感があって、もうちょっとだけリアの剛性上げたいかなみたいな感じですかね。あ、ナンバーで降りるのに渋滞してたんですね。で、あとはそうですね、これもちょっと100キロぐらいまでは何もその問題はないんですけれども、100超えそうな時にはそのマニュアルモードでもちょびっとだけこう力不足で、 SI ドライブ多分 S シャープにしたら全然そんなことはないんでしょうけど、ちょっとだけそのスポーツモードのまんまやったら物足りないところはあります。今どこで変えたらいいのか分かんないんです、すいません。でさっきの勧誘の方なんですけれども、車線先ちょっと踏んでたんですけど全然問題ないですね。ちょびっとこう高速で回ったろう思ったらリアがちょっと置いてかれるみたいなのがあるんですけれども、その辺はちょっと車しっかり減速させれば全然問題ない範囲です。ただそのちょっと置いてかれるところ、そうですね、ちょっと剛性上げたいとか、リンクラテラルキットとか、タワーバーですよね、を入れていただくといいんじゃないでしょうか。半周ちょっと回ります。
上げたかったんですけど、多分ね、アイサイトついてるし、こんな阪神高速ごちゃごちゃしたところやったら、ほぼほぼみんな免許取った人、取り立ての人とかって車線変更難しいと思うんですよ。こうバックミラーずっと見とかなあかんとか、そういうのがあるので、アイサイトやったら前詰まってたら自動的に止まってくれるし、ステアリングちょっと介入入ってくれるし、もう全然こんなゴミゴミした阪神高速でもむっちゃ運転しやすいですね。すごいです。これはガソリン車の傑作ちゃいますかね。うん、ものすごいいいです。僕も帰らんとダメなんですよ。危険ですね。まっすぐで OK です。こう乗ってて安心感がもう全然違います。一般道は走りやすいのはもちろんなんですけれども、こんだけごちゃごちゃした阪神高速でもすごい、なんかもう全然ハンドルは介入してくれるし、なんかこうアイサイトがついてるから、ちょっとこう、まあ、後ろ見ながら後ろに集中できるとか、すごいいいですね。うん、2リッターターボ、2リッタークラスで、そうですね、安心できる車をマニュアルボードお求めであれば、うん、レボーグ絶対おすすめやと思います。STI スポーツはちょっと値段張るんですけれども、何でしたっけ、普通のカヤバーシのレボーグやったら結構お買い得感あってかなりいいんじゃないでしょうか。マニュアルモードがいいんですよね。
最後ちょっとクールダウン、もう返さなあかん時間です、やばいです。さあ、高速乗った後はクールダウンですね。ターミン冷やしてあげんとダメなので、レボーグ D 型、まあ、STI スポーツになっちゃうんですけれども、最後のまとめなんですが、一般道はもう全然すごい走りやすいし乗りやすいです、乗り心地も最高やし、静音性が高くて外の音とかも入ってこずに、快適に運転できる仕様になってて、で今度、まあ一般道でそのそうですね、何か問題があるのかって言ったらほぼないです。あの小回りも効くし、ステアリングの音もいいし、まっすぐ走るし、それとあと高速道路に入って感じたところなんですけれども、あの80から100までやったらもう申し分ないです。100点満点でって言ってもいいんじゃないですかね。そのマニュアルモードをその活用して走れば100点満点です。ただちょっとスピード出しすぎて回り込んでるカーブあるじゃないですか。あそこのステアリング角がだいぶ切らんと曲がってくれへんってこう思ったんですよ。だからその辺ちょっとこういうところは大丈夫なんですよ。その高速コーナーでちょっと回り込んでる、ね、どこやったかな、あの湾岸線入るちょっと環状線のちょっと手前ぐらいのちょっと右盤ノアが外に膨れたカーブあるじゃないですか。あそこで見っておおってこう切り角が大きいよねってみたいになったんですけど、うん、だからそうですね、その辺のまあ癖さえ、いわゆるこう頭に入れておけば全然怖くはないです。ちょっと一瞬初めて乗って高速コーナーをこう曲がってて、WRX やったらこれぐらいでライン決まったらブシューって曲がっていくんですけど、で僕やったらあららららららってこうもう一切りがいるみたいなところがちょっとだけんって思ったところですね。まあ全然だけどほんま全然問題はないです。すごくいい車ですね。であと WRX との違いは、まあ言うたらアレクサイオンがいっぱいします。ギシギシミシミシペキペキパキパキで、乗り心地はレボグに比べると悪いです。ちょっとこうデコボコ見ちゃったらもろにお尻に振動が来るみたいな感じですね。で、WRX は WRX でレボグに比べたらジャジャウマですね。で僕はおとなしいライオンみたいな感じですかね。よいしょ。車両感覚もすごくつかみやすい。僕がやからかな、全然車両幅の感覚すごいつかみやすいです。一番の何よりのそのあれはやっぱアイサイトついてるからですよね。混み合った道路でも後ろバックミラー集中しながらとか目視確認しても前はアイサイトがちょっと守ってくれてるから安心感がすごく高くて、もう免許取ったばかりの人はもうぜひレボグ買い、そうですね、アイサイト付きのやつ乗ってほしいなってすごく思いました。めちゃくちゃいい車。それでは刀ですが指定させていただきたいと思います。
ちゃんとレーダーが反応してるんですね。以上です。それでは刀ですが、失礼させていただきたいと思います。